メール来てますラジオネームビーチボォズおいタッキー聞いてるか頑張れよバカたれが。リスナーからリスナーらしい応援メッセージ励ましの言葉本当に今何してんだろうね今試験かなでもちょうどお昼休憩とかあるんですかねもしかしたら前回なんか一回つなげる時間あったんですよねあ、そうなんですねえ そうメールくれたのかあもし聞いてたらタッキーメール聞いてないんじゃない意外と俺タッキーってドライだと思ってるからなんかわかるうん二人で飯行ったってったじゃんこの番組のこと話してたいえほらドライなんだよあいつはそういうやつだから無視しよう絶対落ちるしあいつなんかいやいやいや東京の試験会場で頑張ってますご飯食べようぜアジロヤ本店 青区高城駅北駅北の方ですお魚のお惣菜をメインに扱うテイクアウト専門店創業30年を超えております静岡西部や瀬戸場伊勢丹での出店を経て2年前のロ代屋本店オープン地魚の刺身南蛮漬け焼き魚煮魚フライなどたくさんの商品並んでおります今日は焼き鯖醤油寿司美味しそうプラス イカと大根の煮たやつ、<根>炊いたやつ。はいはい、いい匂い。ね、大好きだねこういうの、はい。こたつに入って食べたい。いいね。匂、はい。美味しそう。うわ。うわ。あ、リーガーが中に挟まってるな。リーガーが、うん、<laughs> ガリですね。あ、<わ>これ山椒ショの実かな、胡椒の実かなね。ええ。ね。 美味しいです。うん、三種かな。三種ですか。うまえ。へえ。はあ、一味。素晴しい。あ、うまい。美味しいですか。うん。結構ずっしりしてますね。あの付け具合最高だこの。いただきます。お酢の酢飯の感じが。美味しい。うん。油乗ってるな、幅が三角。油乗ってる。 お魚柔らかいし、うん、うん、うま。カリがめっちゃいいアクセントになってますね。うん、おいしい。それケツの方に多分山椒の味みたいな入ってる。<っ>うん。そうなんですね。あ、入ってました。食べてみよう。うん。ね。うん。来た。本当いかないてばっかうまいんだよこれ。うん めっちゃ美味しい。なんだこの味付け。美味すんげえうめえな、これ。<laughs> 大根抹茶色ですもんね。しみしみ。シミシミ何この味付け。めっちゃうまい。んなんかちんんな、ちゃんと味付いてるのに、あっさりしてるよな、なんかな。ちゃんと味付いてるのに、あっさり。こういうの作れるようになりたい。う,ん、うん、でもなんか。 優しいけど薄味じゃないっていうかはい美いしい美味しいうんこっちまで飲んじゃいますね滝沢さんには一応頑張る試験頑張っていただいてって感じそうですね楽しみだ俺も言うてもそろそろ試験がさ待ってんなよ 今車の免許行ってるし、はいはい、ようやく終盤ちょっと本当に途中危ないなっていう時期もあったんですけど <laughs> 何が危なかったんですかいやちょっと、はい、あの夏休みだし<ー>学生がどうせ通うから、はいはい、きっと入れないだろうなと思って入れなかったのもう夏ああはいはいはいそしたらなんか期限も迫ってきちゃってやばいやばいってなって年末年始もうラッシュのように <laughs> もう子供も生まれるし何年半やあって忙しい中。<laughs> 本当に毎日のようにこれの前とかも言ってたし <laughs> おっしゃってましたもんねようやくなんとなくゴールが見えてきた、はい、あとは学科をちょっと受けるだけで試験お卒業途中仮面落ちるっていうハプニングもある中 <laughs> そう何で落ちたんですか学学科学科,あ学科か、うん、でもね、はい、あの 技能っていうかその実の部分ででううまいと思なおかつさ恵比寿にあるんですよ日の丸自動車学校ってその路上乗るって言ったら本当俺改めて車乗ってわかるけどもうね見たことない外国の車ばっかりベンツなんとかなんて当たり前だけど「え何これ」みたいな「初めて見るわ」みたいな車とか。 そういう恐怖心の中で路中してる <laughs> 間くぐってうわ怖いとかさ難易度がやっぱさ全国的にも結構高いらしいんだよそうですよね静岡俺留学した俺とんでもないことだってな <laughs> 優等生でスーパールーキースーーーーパルキで俺来るよ自動車学校西武自動車学校東部だっけなんだっけ西武自動車学校西武自動車学校出身

余裕だろさん何もないだろ路上まあまあ確かに八重でしょ八重洲です何もないじゃん漁港の周りとか走るの走りますはいでも仮面実技で落ちました逆だな仮面の実技なんか簡単だよ学科は一発で行けたんですけど学科の方が落ちるやつ少ないってもうさびっくりしたよ他のラジオの話けど見直したらさ一個ずれてるのだよ完全に終盤でそれ気づいてうわって全部消してもう一回ずつやった ええ <laughs> とや<う>やばかったやっちゃったそれはまあまあ確かに、うん、確かにそうですねえ煙どうなん煙鉄煙鉄もう結構通った通いました二週間みっちり通ってえ二週間で取れる二週間だけで合宿じゃんそんなんまあ、ほぼ合宿みたいな感じでうんでもその方がいいっすよね多分あのだから学科の俺はさ十ヶ月ぐらい通ってるの今んはい そうするとやっぱ忘れちゃうこととかも多いしさ、はい、学科のさ、はい、それみっちりやって試験に挑んだほうが多分いいと思うでも私自動車学校でいうと一つだけ後悔があって<何>か私高校3年の冬に通ったんですよ、うんうん、え大学生の時に通っておけばよかったなって思ったんですよ合宿にいやそ行けばよかったって。ダメダメ <laughs> 変なの覚えちゃう <laughs> そういうのが楽しそうじゃないですかドライビングスクールの合宿はちょっとでダメよ<ょ>ダメだよね真面目に<え>その仲良くなっちゃって<う>なんかいろいろあるから多分そ仲んな可愛い子とか言ったらもうそんなのじゃ,じゃ仲良い,い女の子とかとずっと一緒にいられるじゃないですか一緒に暮らせるっていうかまあまあね、はい、楽しそうって,思っ,てって男の子だって声かけてくるおしげだ 男の子だって声かけてくるしさ、それはさ。もう、それはそれでいいじゃないですか。ちょっと部屋でちょっと遊ぼうよとか言って言うよ。楽しい。そう<何>、楽しむない。断れよ。<laughs> いや、いや、そ、それが醍醐味なんじゃないですか、みんな。大学生。そういう感じか。<laughs> <laughs> そういうのも楽しめるタイプ。いや、まあ、その、え、うん。はい。俺も本当に、本当はさ。この年で。 できることなら合宿で通いたかったね、俺も。だからそういうのやってみたい。同じじゃないですか、櫻井さんだって。同じ絶対無理だけど、年で合宿。あ、そうなんだ。すげえな。二週間で取れる。二週間で、はい。あ、そう。いや、大変だよ、本当に。都内とか運転することある。あんまない。でも東京行った時、運転しましたよ。はい。やっぱすげえ。すごかったです。なんかあの、車線の数。 多いじゃないですか。そうだね。三回読んだもんな、大きい道路なると。簡単よ。言うて。そんなでもないよ。慣れると。酒井さん。え、そう、え、私も。どこ走っていいかわからなくい。田舎の人って、な簡単、慣れちゃえば、別に。俺、田舎のほが怖い、もう一本道。いや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 、だって、だって、わかりやすいじゃないですか、田舎だったら。 まあそれはあるけどどっちもさいい点悪い点あるけどさいやいやもう染まってるじゃないですか日の丸でしたっけ学校やばい出身校が出てますねこれじゃあ当にじゃあ実際撮ってみて車買うかとかってさ考えるとなんかまだそこまで実感湧かないっていうか別にネットで調べてもないしほ本当ですかそう まあ家族がいるから大きいのかなぐらいぼやっとしかさ考えてないからさ、はい、家の車自分の車あんのあ自分の車はない,、まあ、ないんですけど家族は乗ってます、えー、何乗ってんの、はい、んみんなこの来たアナウンス全員車種発表するっていうあるから <laughs> <laughs> でもこれ私すごいびっくりしたんですけどあれお母さんの車 出た出たシトロエンシトロエン大見さんもシトロエンはいあそうなのへえはい父ちゃんは別に乗ってんのやっぱり一人一台の文化だこっちの人ははい父ちゃんは父ちゃんは仕事の関係でなんかでっかい車乗ってはいイエースみたいなみたいなちょっとわかんないですけど車種がへえなんか乗りたいあのこだってこの辺でもだってみんな持ってるじゃんア持ってますね欲しくないの いや車欲しいですよあったら便利でしょあったら便利何乗る私もずっとずっと減ってるやつですよえ何えテスラあテスラかいや俺もテスラもマジであると思うんだよなえこの辺充電あるんですよどこにあるのリサチリミですなんかあっちの方にいやあっちの方あるお前あっちあるんですよはいあるのあるみたいですはい本当調べましたはいへーあるらしいです テスラいいけどなテ。テスラいいですよね。いい。はい。だけどほら子供二人いて、例えばもう一人生まれるとか、はい。はい、でお母さんが例えば乗るとかってなると、うんねチャイルドシートが二つまずで後ろ潰れちゃうとかって考えるとさ、確かに。そのじゅ五人乗りの乗用車とか軽自動車だとちょっと厳しいよね。はい、うん確かにそうですね。うん、確かに。テスラないの？七人乗りとかさ。えー、どうなんですかね。 ないかまだないかまた充電も時間かかるっていうもんねまだねそれでもテスラがいいんだテスラがいいですリサーチしてるってことは相当でもいや相当ですよ私見てますからいくらぐらいなんですテスラってランクとかもきっとあんだろうね多分新車で買ったらもう700800もっとあありますよ一番下のれだと思うあっそうなんだでも多分中古で買ったら500とか もっと高いと思いますけど。ええ、確かにね。まあ、多そういう時代にはなるんだろうけど。そうですよね。先駆け。先駆はい。もっと充電だよな、あとはな、早く。そうですね。確かに。山中さんって、何乗ってるんですか。ハリアー乗って、かっこいいじゃん。かっこいい。いい車。S. U. V. みたいなやつ。え S. U. V.。ハリアー乗ってんの。えかっこいいな。 いいな。いやそういうの乗りたいよね。かっこいいじゃん。確かに。確かに。まず免許取らないダメだから。確かに。あとちょっとあと本当にあとちょっと。あとちょっと。はい。最後卒業試験。そうだよ。この間も高速教師もやってきたし。実際高速乗りました？え乗る？高速。透明透明で乗るのあの鉄のお前のところは。え鉄はあれなんですよ。あのシミュレーターだったんですよ。ごめん。俺もシミュレーター。 <あ><え>シミュレータータですか、うん、え,えあ高速ちょっと待って驚きすぎ <laughs> ち<っ>落ち着いて大丈夫だから <laughs> <laughs> でもだって煙鉄だったら別に遠目に乗るの別にの多分なんか繁忙期だったんですよあのー、来る人が多い時期だったんでシミュレーターでした俺もそうあ本当ですえ<ん>シミュレーター難しい 難しくないですか。難しかった。そうですよ。ね横風とかちゃんと吹いて、車体揺れるみたいな演出もあって。はい。うん。同じのやってんのかな。かもしれないですね。うん。そうだね。はい。だから、実際乗ったらどうなるかわかんないけどさ。まだ想像できないよね。だから、東京だと。首都高って高速道路じゃないとか、なんかありますよね。あ。そう。高速。国。なんだっけ。なんかあるんだよな。そうなんですね。ほら、首都高とまた、ほら。はい、はい、はい。 関越道と透明と種類が違う。カンパチとかそういうやつですか？全然違う。カンパチ違う。なんだっけ？なんか授業でやったんだ忘れちった。これこういうの忘れちゃった。透明は高速道路でしょ？透明は高速。関越道路も高速道路。バイパスじゃなくてですか？ちょっと黙っておもう。で首都高はなんか別の言い方あるんで誰かわかるでしょ？あ有料道路みたいなことなのよ多分。なんだって100キロ出しちゃいけないし80キロ出しだしか。うんって言ってた。あそうなんですね。 ねさんそそそうううでしょ確か絶対俺習ったもんそうなんだと思ったそうだよそうなの80キロだもんだって高速は100キロだけどね授業で習ったから大丈夫それはだからその恵比寿のとこからさ透明に行くにも川崎まで行かなきゃいけないし関越だとまた遠く行かなきゃいけないから多分そういう授業がシミュレーションになってるんじゃないかなって思って。 ね違うでしょほら信じられないみたいな顔してますよえだからみんな普通はでも乗るのがね乗った方がいいと思うけどできない部分があるから行くまでにだって五十分の授業のうちさもったいないです一瞬で終わって行くだけで終わっちゃったりさ出しちゃいけないなんてこともあるからねシミュレーターそうそうそうシミュレーターだった同じだできたいやちょっとボコボコ事故やった記憶があります なんかみんなで授業やみんなでやりましたはいこの3人でやんのでじゃんけんで決めてくださいって言って俺勝ってんかみんな俺がなんか年上じゃん絶対自動車学校なんか行ったらさ一番行くわ前もさみんなで乗ってその全員の運転見てディスカッションするみたいな授業もあったその後に学科でそれもじゃんけんで俺勝って一番 もういいからラップバトルで先攻取るやつみたいなさ「うわっマジっすか?」ったいくんすか?」ってくやっぱすごいっすね」みたいなで俺ちょっとミスもあったけどまあんとか他の人どうかなとやっぱスピンとかしちゃったりしようそうですよねえどうでした高速ってなんだっけなんかありますよね 違いまほらだからそうなんだって都市高高速速と自動車へえそうなんですねなんか一個問題出してよ学科俺これから試験受けるからあっ来てるってあっさすがあっじゃあ出しますか分かるよもういきますよバカじゃねえの今だって現役ほやほやだぞ俺黒髪乙女連想酒井さん問題です 赤信号では必ず停車しなければいけない○、うん、丸か×<あ>かその「必ず」なのよ <laughs> 全然全然ダメ全然ダメだよ必ずではありません×ってことですね×だよその心はそれは、はい、えっと方向指示信号が出ている場合がある、うん、<laughs> おー正解ですか、うん 緊急車両はその限りではない <laughs> そ,れそれだ、それだ。れ緊急車両ね。緊急車両。大丈夫ですか。でもさ。うん、あの、学科の授業の。はい、じゃ、これから。映像を見ていただきます。っていうさ。うんはい、ドラマ仕立てになってるやつあるじゃんい。あ、はい、は,は,はい、はい、はい、はい。あるじゃないですか。あれって。あの。定期的に新しくなんないもんなのかな。わかんないけどさ。<ー>ずっ。 その出てる女優さんかかかんんなないけどさもうアムラーみたいな感じのさ <laughs> 俺らが高校生の時見てたお姉さんがさ、うん、ガラケーみたいので <laughs> PHS みたいで電話してるみたいな映像ああいうのって確かにどうなってんだろうって思う。確か,確かにですねあと授業も、はい、教本とかでもさうんあの結構厚めに路面電車の話する <laughs> 結構受けますでし路面電車あそことかってもうちょっともう新しくした方がいいなとかってあることあるじゃんある地域もあるし東京にも早稲田のほうにちらっとだけあるからそれはしといた方がいいと思うけど問題に出すまでかなとかラインマーカー引くまでなのかなって確かにやっておいた方がいいけどやりましたた路面電車。結構な熱量でそそれこ 自主経路みんなであのねここまで行くにはどうしたらいいか地図で書いてそれでその次行ってみようってあるけどそのナビの操作とかを学んだ方がいいのかなってでももしナビが壊れた場合そういう授業があって大事だなと思うけどね確かに確かに確かにありましたねはい。 地図見てでもちょっとずつ新しくなってんのかなまあそこよねシミュレーションとかもあるからうん確かに馬は軽自動車かとかさうんね今確かにもっと工夫したらいろんなこれだけ事故ありますからこれできそうですね俺が受かるために続々と問題がそうか緊急でも俺さっきのは「マルカバかで二択で一ったらってんだよねまあそうですねはいラジオネームささピーさん 学科の問題ですわかるよバカさ <laughs> くだらね <laughs> 横断歩道や自転車横断帯の前後30メートル以内は追い越しが禁止されているあ難しいよそれ、うん、それさあ、はい、なんかさああれあんだよね覚え方がね横断歩道が30で何とかが何とかのメートルでみたいな覚え方横断歩道や自車追い越し 追い越し三十メートル以内の追い越しが禁止されている。前後三十メートル。はい。禁止されているです。まあ普通に問題の。こういうところにメール送ってくるっていう問題だと。って考えると罰だね。おお、うん。そういう推理にするわ。知識関係ない。知識関係ない。正解は。罰です。何、もうちょっと言ってよ。その解説。解説ですね。追い越しが禁止されているのは。 横断歩道や自転車横断帯の前後ではなく、うん、横断歩道や自転車横断帯のその手前からメートル以内の場所あやですよ、ね。 ここね、もうないもうないな <laughs> じゃあ俺は合格できるでいいな <laughs> ここのまずもう完ドライビングスクールはとりあえずクリアとりあえず合格 2>, <laughs> <laughs> 2問しかないですけどヌーヌーヌ予備校合格」<laughs> <laughs> レベル低い <laughs> <laughs> それじゃあタイトルコールいきましょう「はい、日曜日まするあなたに送る」ねんねんねん